はい、えー、おはようございます。エレルのサーです。えっ、ー、と、リスプネタでお送りします。あのね、ふと本棚を見たらね、ああ、懐かしい本、ここにあったかって、私、本当、片付け悪いもんで、で、であのひょいと出てくるんですね。あの、電脳騒乱武士って、あの、ぶん前ですね、えっ、ー、と、30年以上は前ですね、あの、ザ・ベーシックっていう技術評論者さんのですね、あの コンピューータ雑誌かなりマニアックなやつですね、でそこにあのえ有名な中村翔三郎さんがあのエッセーというか、えー、記事を書いてらっしゃって、ですね楽しみにしたんですよっていうのはあの、リスプの記事が時々出てくるもんですんでね、えー、でこの全能騒乱節というのは、その時の、えー、その記事を、えー、取りまとめたもんなんですけれども、これこれ。えー 私的リスプ誌っていうんでね、あの中村正造さんのこうリスプに出会った話とか、えー、が出てくるんですけども、これ、熱心に読んでましてね、えー、それで、ね、最後、これ、多分俺のことだなと思うんで、私のことだと思うんですけどね、この、えー、と別冊に取りまとめるときにね、バックステージっていうんで、えー、その当時の記事に、なんか編集後期みたいな感じで、えー、書き加えてる部分があって、バックステージになってるんですけどもね、えー、ちょっと読んでみますね。 えっと自分とリスプの出会いを書いて,、えー、書いてくださった人の中には、えー、リスプと面白い出会いをした人がいる中島秀行長プロ,ログ産業図書は、えー、プロ,ログの優れた入門書だが、えー、この最後に付録として、えー、リスプで書いたプロ,ログが載っている、えー、でそれを見てリスプってプロ,ログをも書けてしまうの かと思ったかどうかは知らないがプロログよりもリスプに興味を持ってしまい以後リスパーになったのだという「ひ、え、さ、ー、しを貸して母、えー、やを取られる典型ですね」っていう出てくるんですけども <laughs> これは私のことです。<laughs> あのせのせいせっせい,せっせいとね当時はインターネットなんかないので端末にあの座布団のね端末にあのガキがついておりまして、ね、そこに読者感想を を書いいて送るみた,いのがあったもんでなんか先生とね当時書いて「いやーリツプの記事面白かったですわ」みたいな送ったような記憶なんですけどその時にあのえっと中島秀樹さんそのプログってですねあの私はその非常に感銘を受けた影響を受けた本なんですけれどもそのことも書いてたと思いましたでた多分私のことなんですけどそれでえっと最後にね これ日差しを貸して、おえをとられる典型ですね。こひさしっていう字がね、当時読めなくてね、今もあれ、なんて読むんだっけと思って、まあ誰に比較の日で、これ、ひさしって読むんですね、えー。ということで、本当は漢字苦手なもんで、小学校の時にちゃんと真面目にやらないとだめですね。えー、というふうなことで。あの えー、電脳走乱武士です、えー、懐かしい本です、えー、ご紹介いたしましたそれじゃあまたお会いしましょう